ゲルの研究をやっているジェレイトと申します今回は以前ご紹介したフルイドゲルこのフルイドゲルを安価にそして簡単に作る方法についてご紹介します今回使うのは人工イクラ作りと同じ材料ですそれからカルボキシメチルセルロース寒天といったこの2種類の多糖類も試してみますまずは人工イクラと同じ アルギン酸ナトリウムと乳酸カルシウムを使ったフルイドゲル作りですまず最初に0.5%のアルギン酸ナトリウム水溶液を作ります人工イクラ作りでは1.3%の水溶液を作りますが今回は0.5%なので比較的溶かしやすくなっています熱湯もしくはぬるま湯にアルギン酸ナトリウムの粉末を加えてよく混ぜて溶かします 映像ではスターラーと攪拌子紙を使って自動的に混ぜていますが手で攪拌しても全然構いませんしあるいはペットボトルに入れて振り混ぜてもいいです完全に溶解したら1%の乳酸カルシウム水溶液を少しずつ加えながら攪拌しますなるべく素早く混ぜながら乳酸カルシウムを加えていきますすぐにゲル化が始まってそして混ぜることで でききたゲルがバラバララに砕けていきます1%の乳酸カルシウムはだいたい 1020ml から20くらいこれぐらいというのはないんですけども 10ml 以上は加えた方がいいですねそうやって混ぜていくとこのようにバラバラに砕けたフルイドゲルが出来上がりますもう一つは CMC カルボキシメチルセルロースを使ったものです CMC は溶けにくいので最初に砂糖を少し混ぜて溶かしておきます。そしてそこに CMC の粉末を入れます。砂糖を入れることで CMC の粉末が塊になって溶けなくなることを防いでいます。そして溶けたら今度は乳酸カルシウムではなくてミオバンを加えます。CMC は乳酸カルシウムではしっかりとしたゲルになりません。 ミオバンに含まれているアルミニウムイオンが CMC をゲル化させます1%のミオバン水溶液を作るんですがミオバンはあまり水に溶けないので水溶液というよりはミオバンの分散液になりますこれを混ぜながら少しずつ加えていきますするとこのような形になります、まあ、フルイドゲルと言えなくもないんですがちょっと年長性があって あまりこうサラサラとしたフルイドゲルの特徴は出ていませんやはりこの濃度だとちょっとゲル化しにくいようですね5%とか6%ぐらいだとひょっとするとうまくいくかもしれないんですがそのぐらいの濃度になると溶かしにくいのであまりおすすめできませんちょっと手軽にフルイドゲルを作るという今回の趣旨の通りにはならないのでそれは割愛しますそしてこちらがアルギン酸ナトリウムと乳酸カルシウムで作った フルイドゲルですこの通りサラサラしていて粘りが全くありません手で触ってもベタベタしているようなところは全くなくて本当に触り心地がいいですね以前ご紹介したジェランガムで作ったフルイドゲルと全く同じような感触です非常にゲルが細かくなってその微粒子が分散している液体フルイドゲルになっていると思います続いては 寒天を使ったフルイドゲル作りですこちらは単純に寒天を熱湯に溶かして冷やしゲル化させたものを砕いてフルイドゲルにするという方法です寒天の濃度はだいたい0.8%ですね市販の粉末寒天にもそのぐらいの量で溶かすように説明がついていますゲル化させた寒天をスプーンで砕いてそして混ぜながら押しつぶします かなり長時間潰しながら混ぜたんですがそれでも、まあ、肉眼でもうパッと見でわかるくらい大きな粒がたくさんありますねちょっとフルいドゲルという感じにはなりませんでした水を加えて混ぜてみてもまあこんな感じですねそんなに変わりませんもしかするとある程度砕いた寒天をミキサーに入れて混ぜればフルいドゲルのようになるかもしれませんねということで 3つの方法でフルイドゲル作りを試しましたが、まあ、この中ではやはり人工イクラ作りと同じアルギン酸ナトリウムと乳酸カルシウムを使った方法が一番手軽でかつフルイドゲルきれいなフルイドゲルを作ることができますね以前ご紹介したジェランガムのフルイドゲルはジェランガム自体が入手しにくい上に高価なのであまりおすすめはできないんですが今回の方法であればえ特に 人工イクラですね。まあ、もう入手もしやすいし安価でしかも手軽にフルイドゲルを作ることができますまあ応用としては化粧品とかそういうのもあるんですがちょっと個人的にそれを作るのはなかなか大変だと思うのでまあ例えばデザートですねフルイドゲルを使ったサラサラとした食感のデザート作りそういうのもできるんじゃないかなと思います今後もこういったゲルや化学に関するデモ動画 解説動画投稿していきますのでまた見ていただけると嬉しいです最後までご視聴いただきありがとうございました